ソロキャンプは一人で行うキャンプである。ソロキャンプというのは一人で行うキャンプのことである。ソロキャンプは何世紀も前から行われていた。登山をする人々の間では古くから単独登山というのも行われていて当たり前のようにソロキャンプは行われていた。近代的なキャンプを行い始めたとされているトーマス・ヒラム・ホールディングも行っていた。 さらに、もし近代キャンプ以前の歴史も含めることが許されるならば、太古の昔から行っていたと言ってよい。歴史ソロキャンプの捉え方、位置づけは人それぞれであり、趣味の一種と感じている人もいる。リクリエーションの一種と捉える人もいる。人によってはどうしても、旅行と関連づけてしかものを考えられない人がいる。ようで、講義では、 旅行全般としての宿泊の方法の一つとして考えられて、競技ではキャンプを目的とする個人旅行として考えられるという人もいる。ソロキャンプをしている人をソロキャンパーソロキャンパーと呼ぶ。キャンプでは雨や夜露をどのようにしのぐかということが一つの大切で切実なポイントになるが、それに関してはテントやタープやハンモックテントで行うスタイルなどがある。他にも 車中泊で行うスタイルもある。大人数のキャンプでは、大型のキャンプ道具等を多く必要とするので、自動車に積み込まざるを得なくなるのに対して、ソロキャンプではコンパクトで軽量な道具を用い、バックパックに荷物をまとめることが多い。そのため、準備に労力を必要とせず、公共交通機関での移動も可能である。自転車ツーリングやバイクツーリングで行うことも可能である。 ソロキャンプを好む人がそれを選ぶ理由の一つは、工程、活動範囲、キャンプ地で行うこと、食事、道具選びなど、すべて個人の裁量で決められることである。個人の裁量で行うため、工程のプラン作成も、キャンプ中の予定変更も容易にできるので、誰にも気兼ねすることなく、純粋に楽しめる活動である。近代キャンプとは違った意味のキャンプ。 近代キャンプ以前のキャンプも含めれば、人類の歴史が始まって以来、絶えず、キャンプは行われてきたわけであり、人類の歴史はおよそ300万年などと言われているが、その歴史のほとんどはキャンプばかりをして生きていたわけで、あるし、その中で単独のキャンプも行われていたと考えてよい。太古の昔の史料最終社会では、カルードが単独で狩りを行うことになった場合、夜を迎えれば、 自然と単独のキャンプになったわけであるし、太古の昔に単独で徒歩で移動した人も途中で、夜を迎えれば一人でキャンプしたわけであるし、遊牧民は家族や数家族で行動することが一般的ではあるが、それでもやはり一人になる人もいたし、そういう人が移動中に夜を迎えることもあったわけである。したがって、近代キャンプ以前の人類が生きるために行っていたキャンプまで含めれば、 太古の昔から単独でキャンプすることは行われていたと考えて良い。近代キャンプの中のソロキャンプに話を戻すと、キャンプが広く行われるようになると、自分の周囲で行われているグループキャンプやファミリーキャンプのことだけしか見えていない人々が増え、その結果2020年代になると、従来のキャンプは何らかの組織、友人、知人、 家族など複数人数で行うグループキャンプやファミリーキャンプが中心だった。と書かれたり、キャンプブームの広がりとともに、近年では一人でキャンプに出かけるソロキャンプを楽しむ人が増えていると書かれる状態になったわけである。流行しており、ソロキャンプをしている様子の SNS への投稿や各種メディアでも取り上げられることが増えている。2015年に連載が開始された漫画、 ゆるギャンが日本で人気となり、キャンプがブームとなったが、同作品でも一人でのキャンプが紹介されており、傾向すべき荷物が少なく同行者に気兼ねすることもなく、楽しめる気楽さが受け、2019年頃から各種メディアでも大きく取り上げられるようになり、やはりキャンプを知らなかった人々に広まるきっかけになった。2020年には世界的なコロナ禍が起き、他の人々と、 物理的な距離をしっかりとることで感染防止を実現しつつ広い空間で積極的に体を動かして楽しめるのでソロキャンプの流行に爆発的な加速がかかり日本ではソロキャンプが2020年の流行語大賞で選ばれたソロキャンプは一人なので他の人に気兼ねする必要がなく料理に関してもとても自由である極端にシンプルでも誰からも文句を言われないし 逆にこだわり抜いて、とてつもなく長時間かけても誰からも文句を言われない。木の枝や焚き木で小さな焚き火を作り、それを熱源として料理する方法が人気である。特に木の枝は現地調達することができ、つまり周囲の地面に落ちている枯れ枝などを拾って集めれば、住み、荷物の運搬量を減らすことができ、長期連続キャンプをする人などはわざわざ燃料を買わずに済む。 焚き火の場は、シンプルに、直径10から20センチ程度の石を丸く並べて、簡易式のコンロを作っても良い。石が、風よけ兼、反射板となる。また、掘る人などは、地面に穴を2つ掘って貫通させて、ダコタファイヤーピットという簡易式の地中の、ロケットストーブのようなものを作って調理する。また、直火禁止の場所で行うことを想定して、 ステンレス製の焚き火補助器具を持参する方法もある。他は何らかの燃料を用いた小型のストーブを使うという方法も定番である。燃料の缶は OD 缶タイプでも CB 缶タイプでも好み次第。また他にも小型アルコールストーブでも良い。基本的に小枝や焚木を燃料にするという人も雨のせいで付近の枝が濡れて使えない時のために一種の 保険の意味でも小型ストーブを持参することが一般的。調理系肉類、魚介類、野菜などの食材をスーパーや食料品店であらかじめ購入し持参し、ナイフ、包丁などを使ってしっかり切り、コッヘルやスキレットなどで熱したり、肉を直火で焼くなど調理らしい調理をしてから食べる。レトルト、缶詰、インスタント系レトルト系食品。 缶詰、インスタント食品などをあらかじめ購入、持参し、コッフヘルなどで温めたり茹でたりするだけで単品もしくは組み合わせで食べる。テイクアウト系スーパーの総菜やお弁当、サンドイッチ、お刺身など、いわゆる出来合いの料理をキャンプ場所に行く途中などで購入して持ち込む方法。大抵は温めることも省略する。最も簡便な方法。 大人数だと文句を言われてしまいそうだが、ソロキャンプでは誰からも文句を言われず、これでも楽しめる。現地調達系、本格的な人は釣りを持参して、現地の近くの、例えば山ならば渓流などで釣りをして山ア鮎などの魚を自力で釣って、それを食材とすることで大きな喜びを得る。山菜などを周辺で自力で集める人もいる。海周辺ならば、 海釣りで調達する方法もある。釣りに何時間も時間をかけても誰からも文句を言われず自分が納得いくまで楽しむことができる。キャンプで一番大切なのは大自然そのものを楽しむことであり、自分が持参する道具は二の次である。道具にばかり意識が行く人はキャンプ好きではなくただの道具好きである。とはいえ、使いやすい道具があるとキャンプも快適である。 できるだけ少量の道具で済ませるのを理想とするか、道具にばかり意識を向けてしまうか、というあたりで、キャンプスタイルに根本的な違いが生まれるものだが、大人数のキャンプと違って、ソロキャンプというのは他人に向かって見栄を張る必要がないので、スタイルも極めて自由である。一般的にソロキャンプで利用される道具には、次のようなものがある。道具絡みの流儀、スタイルは多種多様である。 そもそも一人で行うソロキャンプは SNS 等で公開されていなければ誰にも知られない個人の活動として完結するためひそやかな楽しみといえスタイルも人々に知られない実は SNS やテレビ番組で公開されているソロキャンプというのは統計的に多数派で一般的というよりはあくまで公開するためのものでありかなり作為的で見栄が入っていたり 話題にさせるために作為的なことをしているものである。以下は、そうした、公開されている、やや作為的なソロキャンプの例である。SNS などに公開されているものの中で、特に高価な道具ばかりを強調したものは、道具メーカーなどからお金を裏で受け取り、意図的に宣伝としてやっているものもいるので、情報を受け取る側は、メディアリテラシーを持ち、情報からかなり割り引く形で実態を理解する。 必要がある。最小限の道具を活用して自然の素材を最大限利用しながら自然との一体感を楽しむ独自性の高いスタイル。このスタイルを好んで YouTube 等の動画サイトにアップロードしている人もおり、広ロをはじめとしたソロキャンプを愛好するキャンプ芸人が注目されるきっかけにもなった。ソロキャンプでもサイトを様々なデコレーションで飾るスタイル。近年、 日本の女性の間で、ゆる、キャンというアニメが大流行し、その一部がソロキャンプを始めて、このようなスタイルが新たに生まれた。主に軍の放出品や類似するデザインや道具でコーディネートしつつ、ヘビューデューティなサイトを構成するスタイル。もともといわゆるミリタリーマニアの傾向がある人がソロキャンプも始めると、このスタイルを取りたがる。好みのメーカー製品の道具意識を揃えて、 サイトを構成するスタイル。特にメーカー名ばかりが強調された SNS や動画などは、しばしばメーカーが裏でお金を払うなどして作為的にマーケティング手法の一種で作り出したイメージである。まんまとそのマーケティング手法に乗せられて、それの模倣をやってしまう人も一部にいる。少数のマニアがオリジナル製品を求めてハンドメイドの製品をネット販売する。 ガレージブランドのウェブサイトから購入し、独創性の高い機能やデザインの道具でサイトを構成するスタイル。もともと家族でキャンプしていたが、あるタイミングからソロキャンプも行うことになり、ギアはそのまま家族用のキャンプ道具で行うスタイル。あまり作為的でない自然な状態のソロキャンプの初期段階。また、もともと登山部などで集団キャンプをしていた人が、 登山部を離れてから低地でソロキャンプばかりを行うようになる場合も登山用キャンプ道具をそのまま流用する。ソロキャンプとしては数十年前から行われている極めて自然な初期段階のスタイル。キャンプサイトまで移動する方法も千差万別である。なお、本当にソロキャンプが大好きでたまらない人はただ一泊のために 単発で移動するというような小さなことはせず、たっぷり楽しむために連泊したり、長期のツーリング計画を組み、その長期ツーリングの中で毎晩ソロキャンプを楽しむ。ありがとうございます。